こんにちは。レーソル講演会アンバサダーの近藤直江です。お久しぶりです。お久しぶりです。優勝した時の話とかみんな結構トークショーで話した。でもね、一番こう2人で組んでたマスとの優勝時の話もちょっとせっかくだからしようかなと思うんだけど、なんか思い出ある？デューさんに怒られてたとか。いや、試合中？試合中デューさんに怒られてた。試合中はでも本当にマスとのそのセンターバックのコンビが一番やりやすかったよ俺はね。ありがたい、嬉しいわ。いや、なんか安心感、その常にこう自分がね前行く時もこう、うん、しっかり声をかけて前行っていいよみたいな、うん、とか、ね、カバーいるから潰しに行っていいよとかっていう声をしっかりかけてくれるのが正直マスだけだったから、うーん、違うメンバーと組んだ時に行っていいのか分かんないわけ。その指示もないし、うん、その安心感もないから、うん、っていうところで組みやすさでは間違いなくマスが一番だね。ありがたいです ね、 ね、優勝したんですからね。すごいよね。まあ、10年前ですよ。10年じゃないか、11年、ちょうど11年前だね。あの時って J1 に上がってすぐの優勝だったんですけども、はい、シーズン行ってどの辺から、あ、これ優勝できんじゃないかって意識しだしたんです。どのくらい？でも夏過ぎぐらいかな。だってな、分かんないもんね、うん、でも僕も優勝したことなかったんで、うん、こっから優勝狙えるっていう感覚はないんですよ、ずっと。みんなそうだよ、みんなそうっすよ。まあみんな J1 優勝経験ないから、うん、とりあえず大事、なんか ふわふわしてないけど、まあとりあえずやるしかなくて、うん、勝ち、ね、進めるしかないから、その中で、うん、最後の方だよね。でも、うん、でも僕は本当に最後の最後まで優勝あるかもって思ってなくて、うん、僕はもう本当にメルシーニョ のことなんですけど、うん、もう勝ちました、次の1週間本気で 100% でやんなかったら次の試合出れないんですよ、うん、だから試合に活躍しても週の真ん中の紅白戦で悪かったらスタメン外されちゃうような監督だったんで、うん、もうそこに常に集中してたんですよ、うんうんうん、だから試合より練習の方が集中してるイメージであったから、なんか次の試合こう戦おう、こうしなきゃいけないっていうのはあんま記憶にないんですよね、うん、レギュラー争いをひたすらしてるイメージでした。だからこそやっぱりね、チーム力が上がってたんじゃないかなっていう気がするよね。レギュラー比較的まあ後ろはなんか固定に近かったけど、マスのとこは確かに最初はドンヒョクだっけ。パクドンヒョクがいて、僕が右サイドだったんで、で酒井さんがいなく、酒井さんがこうポンポンポンって出てきて、俺が追い出されてでパクドンヒョクのところと俺がやり合うことになってここでなんかいろいろバチバチ始まって、いろいろね。いや、でもだからあのレギュラー争いってところのこう煽り方が上手でしたね。確かに、うん、それをね、また指導者になった時にそういうのをね、やっていくのは大事だよね。うん、すごい。それでやっぱあの攻撃陣は活性化されてたもんね。いや、すごかった。紅白戦のさ、意気込みすごくね、やばいっすよ。点取ったらもう次スタメンだからみたいな感じ。いや、ほんとっすよ、あれすごかったっすよ。それに対する俺らもさ、ね、うん、試合、紅白戦も気に抜けないじゃん、うん、みんなもう、ね、100% で来るから、サブ組のフォワードは点取ったら出れるから、俺らはもうすごいめちゃめちゃ来るからそんな気合いで来んねやと思うでしたね。疲れるしね、試合に向けてだから。もう北地さん、純也、工藤ね、沢くんとか、もうあそこら辺がすごかったっす。良平もいたか。そうっすよ、すごいよ、ね、強烈でしたね、あの人たちのこのかける思いってのは、情熱がね、うーん、みんないいもん持ってたし、それぞれあの時の練習のピリピリ感は多分、うん、あんまないんじゃないかな。いや、あの時もいろいろありました。鹿島戦の前ですよ、あれは。そうだっけ、うん、鹿島戦は勝った、勝ちました。リュウさんいなかったな。俺いなかったよ、多分マス怪我してたんですよね、か出場停止かでいなくて、パクドンヒョクと退場したんだっけ。パクドンヒョクが退場したんです。そうだよね、そうだ、クリスがいなくて、そう、あの時 もうでも誰が出ても本当に強かったから、うん、すごいよね。まあニーヤンがいたからね。おニーヤンがもうニーヤンって言ったらみんな分かんないかもしれない。レアンドロ・ドミンです。おニーヤンが本当にすごいよね。
ね、すごかったよ。いやあれが助っ人だよな。まさしくだよね。ジョルジも、まあ、もちろんすごかったけど、うん、ジョルジの左サイドバックは結構俺はきつかったよ。隣にいた俺としては。そうっすよね。かなりもう左の羽は折れてるようなもんですか。守備はね、はい、あれない、まあ、攻撃はそんな速くはないじゃん、うん、キックは上手いけどフルキックはね、それ以外のところで結構もう、そうっすよ、ね、なんかあの左の羽はほぼ折れてましたけど、じゃあもうジョルジそろそろ終わりだね、もう帰る時だねって、こうみんなの声がこう出始めた時にフリーキックボーンって必ず決める。そうそうすごいよね。でも危機を感じるフリーキックみたいな、すごい、なんかロングシュートとかもね、いやいやすごかった、あの時の助っ人はホジエルもいたし。ホジエルの記憶が俺はほとんどないんだけど、だから監督見るところですか。いやでかいやつだっけ。でかいやつ185ぐらい、日本人より日本人っぽいやつでした、うん、いついた優勝の時いた、キャンプまでですね、キャンプまで、うん、そのじゃあ前の年いたのか、多分いたと思います。あんま記憶ないんだよ、ね、僕ちょっとだけやってすぐいなくなっちゃいましたね。あ、まあ、うん、外人結構それでいなくなるもんね、ネルシーノは。ニーヤも結局最後やそれでいなくなったもんね。おニーヤンがね、まあグロインペインもあったけどすごいよね。でも他のチーム見てもすごかったですね、お兄やんは。確かに最後だって横浜 FC で対戦した時もすごかったよ。俺もやられましたもん。すごいよね。うまい。同い年だから俺と。絶対嘘それは。俺とあの兄やと中地と同級生3人、2人とも怪しいですね。中地さんも40オーバーの顔してますし、顔はね。お兄やんも40オーバーの顔してるし。確かに確かに。でもね、ルシーン、お兄やんレアンドロは今何してるんですか。もうやめたんですか。もうでも相当稼いでるから、ブラジル帰ったらみんなあれなんじゃないの、さーっとやめるんですかね。やめてみんな向こうでゆっくりしてんじゃないの、稼いで。フランスはでもいなくなったって言ってたね、六本木にずっといたけど。六本木にいても会えてました僕も。そうだけどなんか今年いなくなったんですか、うん、だって手取り何年いた、5、6、7、8、9、よくレバークーゼンにいる選手を声かけたな、レイソルは。2010年までいましたっけ、10か11。そうだ、レアンドロとだって被ってるんですもんね。あ、10年は一緒にやってるわ。だから6年いるでしょ、6。それ一生手取り。違うレアンドロの方もなんかね、一緒にやってる、ね、もう一人のモンちゃん。モンちゃんだから俺ベルディで1年やってるから、うん、そう最後怪我がね、多かったですからね、うん、モンちゃんもすごかったけどね、あの2人、レアンドロはね、それぞれが全盛期だったら本当にすごいですね。いやそうっすよね。で、あいつの全、あいつってじゃあレアンドロ全盛期、我々天皇杯で対戦してますから。ガンバ、あ、ズーさんいなかったわ。俺、決勝怪我してた、ね、鍋が点取ったやつ。俺、準決で肉離し。そうだ、そう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 、社長が決めたんだよ、渡辺社長が。あ、社長だ。社長ヘッド、社長ヘッド、懐かしいな、社長か、うん、社長に会いたいな、ちょっと会いたいよね。だからいろんな人に会いたくない。でこれを企画でいろんな人に会えるのよくないですか。そうだよ、一緒に行く。はい。いや絶対行かない。絶対行かないでしょ。僕はもうノーギャラよ、ノーギャラ。はい、もちろん。え、誰かいる、第2回の予定いないんですか。とりあえずマスでやっぱりね、優勝の時に組んでたセンターバック松島さん、ありがたいですよ、もう僕はもう、ね、第1弾で、クラブに関わってる人はちょっとまあいろいろなんかありそうだから、そうですね、そう、誰にします、取り上げていきたい。候補ないんですか。いや、中地はいつでもいけるよ。いや、もう中地さん大丈夫です、もうお腹いっぱいです。中地さんお腹いっぱいです。そうだね、うん、だって多分2分ぐらいで内容終わりますもん。薄いから、薄いから。誰かいるかな、あんまいないよね。みんな結構クラブに関わってるか、本当若い時にまあ、クビになってもうちょっとサッカー界から離れてるか。あ、そっか、みんな関わってるか。ある程度実績ある人たちって結構やっぱサッカー界に残ってる、ね、みんな残ってますね。ね、まあそれがやっぱり道としては正解なんだろうけどね。北地さんはまたあれか、また別のとこだから。北地さんはクレアソンに決まりました。また、ご飯、ま、それはチームだ、チームに入っちゃったもんね。北地さんは相変わらずでしたね。もうサッカーバカ像でした。すごいよね、うん、ご飯食べててパソコンでこうやって映像見せてくるんですよ。この練習見てよって。すごいね、すごかった。いやでもそういう人がやっぱりやった方がいいですね。監督とかそういう、いろんなメニュー僕教えてもらいましたもん。そうなんだ、
今一軍の子にそれ試してます。そうなの、すごいね。北地さんはやっぱりでも考え方もね、まあ辰馬さんよりいいよね。いやもう喋り方が辰馬さんでした、うん、もう本当にそっくりだったんですよ。崇拝してるんじゃない。そうそう、喋り方そっくりやっぱ似るんだなって思いました。あ、じゃあ第2弾。第2弾はやっぱり誰かマス来ちゃうと次がやっぱりさ、中地さんじゃ落ちちゃうんでやめてください。それは俺よりこうステップアップどんどんしてってほしいんで。もういや、そしたら結構もう限られちゃう。いや、いないいますって。年齢もやっぱりそしたら上じゃないんだ。選手じゃなくてもいいんじゃないですか。選手じゃない、宮町あたりで。いや、宮町と俺の対談一回宮町を挟んで宮町の思いを聞いて今までのサポーターとしてどういう人生だったか。挟むの早くない。最初になんかオープニング俺言ったじゃん、レスル OB で OB のこういう紹介をしていきますみたいな。いや、やっぱ休憩一回一回早いな。宮町で休憩です。まあどっかでまあね入れたいけど。でも良平とかどうだろう。そういいじゃないですか、ね、東大の監督だしマニアックだしね。解説と東大の解説頑張ってます ね。解説も面白いですよ、ドゥさん。そうなの、俺喋れないからさ。喋れてるじゃないですか。いや、サッカーについて喋れない、わからない。いや、意外と喋れますよ。そうなの、うん、その解説の普通の人向けの解説しても面白くないじゃん。うん、だからなんか自分ならではのさ、そうなんですよ、みたいなところを大事ですね。ラジオとかもそうっすよ。ラジオ、え、ラジオサッカーの解説めっちゃ難しいですよ。難しいよね。でも解説も楽しいですよ、本当に。やってんの。やってます。どれぐらいの頻度でやってんの。 J リーグ、 J リーグと今月は高校サッカー。あ、高校サッカーもあるんだ。じゃあお願いしますって言ってて。ルーさんいろんなのやりましょうよ、もうそろそろサッカー、そろそろサッカーね、うん、ちょっとずつでも関わっていくとまたちょっと気持ちが戻ってくる、ね、いや絶対そうだと思うな。そう、昨日も話しててそうだった。うん、あ、いいなって。そうだ、いいなって思うけど、また冷静に考えるとその話の内容 もう昔と変わってないわけよ、うん、でもやってみて、うん、合わなかったっていうジャッジでまた帰ってくるのよくないですか。そう、最初から捨てちゃうのは確かに、ね、そう、一回やってみてやっぱり指導者じゃねえなって思って、うん、確かに確かに運営の方にまた帰ってくる方もそうだね、楽しいかもですね。確かに。じゃあ、はい、増島さん、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また今後ね、レーソル OB の人たちにね出演してもらって、うん、このレーソル講演会のねチャンネルをこう盛り上げるとともに、うん、ね、レーソルをさらにこう盛り上げていきたいと思うので、また次回ね、そういうマスに続く元選手をに出演してもらいたいんで、うん、ぜひ、あ、すみません、いいっすね、ね、一言誰か。じゃあもう今日これ見てくれてる方にコメントに必ず誰がいいっていう質問いただきましょう。いいね、それ。それを見て僕らが判断いたしますんで、コメント欄にぜひ、誰を第2回やってほしいかを書いてください。よろしくお願いします。完璧ですよ、やっぱり。さすが、はい、お願いします。 YouTuber、 はい、YouTuber じゃないですよ指導者ですね YouTuber YouTuber じゃないですから。ありがとうございました。ありがとうございました。